はい、こんにちは、岡本一郎です。本日は2023年1月20日になります。明日でとうとうね、配信等々でね、皆さんには今までお伝えしてきた通りですね、1月21日明日ですね、娘がですね、とうとう、結婚、結婚もう婚姻届は出してるんですけど、明日1月21日にですね、お台場グランド日光ホテルというところですね、挙式を挙げるということでですね、今ですね、前日新潟からですね、東京に向けてですね出発いたします。車でね、衣装とかね、レンタル衣装だとか、他荷物とかもあるんでね、車で向かおうと思ってるんですが、このね、移動記録っていうのをね、僕はあちこち出かけるときに大抵撮ってるんですけど、この移動記録をですね、またところどころダイジェストでね、寄ったパーキングとか食べたものとかをですね、僕ね、日記のようなね、YouTube チャンネルでございますのでですね、撮っていこうかと思います。まずはですね、こちら。三条燕インターですね、新幹線の駅は燕三条、なぜか、高速のインターはですね三条燕とね逆になるっていうね、よくわからないそういった、なんか大人の事情があるようです。こちらから乗りましてですね、東京方面を目指します。でなかなかね遠い、300キロほどの道のりですが、これからですね、やんわりとですね、とりあえずそんな急いではないんでですね、ゆっくりですね、楽しみながら、ちょっとあいにく天気悪いですけれども、向かっていこうかと思います。とりあえずはですね、こちら、北陸自動車道じゃないな、これも下越なのか、自動車道、こちらの方からですね、向かっていこうと思います。左側は、新幹線の燕三条駅ですね。ここ最近ですね、外壁工事で綺麗になりましてですね、非常に外壁綺麗になってですね、ちょっと見栄えが良くなりましたといった感じです。右に、見えてる建設現場ですね、クレーンが3本4本立ってるのかな。こちらはですね、病院が、できるらしいですね。でこちらができると、燕労災病院がなくなるとか、そんな話がありますね。基幹病院っていうのかな、が着々と工事が進んでいるといったところでございます。雨ひどいね。とりあえず関東を目指して行ってきます。前に走ってるの自衛隊だね、多分ね、自衛隊の車が走ってるね。のんびり行こうかと思います。東京方面に向かって一番初めに出てくるジャンクションですね、長岡ジャンクション。長岡意外と雪ありますね。左側見えてるのね、道路脇雪ですね、白いの。長岡ジャンクションでは関越道と北陸道に分かります。北陸道は上越富山方面、関越道は長岡東京方面ですね。我々は東京方面に向かいます。長岡ちょっと晴れてますね。ちょっと雨は降ってるんだけど、天気雨みたいな感じですね。自衛隊が結構走ってますね。なかなかちょっと走行音が大きくてね、ベアリングの修理がまだできてなくてですね、ちょっと走行音大きいですけど、おー晴れた。長岡はね、青空が見えてますね。新潟県内もね、横に長いんで、同じ県内でもね、晴れてたり片っぽ雪だったり、片っぽはすごい天気悪かったり、そんな感じのことがね、結構ある。まだまだ新潟県は長いですよ。湯沢まで続きます。ゆっくり登っていこうと思います。左右の雪急に増えましたね。越後川口付近ですね。やっぱり雪多いね。越後川口はね、割と最近にオーケンツアーっていうね、オーケンさんたちと、会社の仲間と行くね、温泉同好会というのでね、行ってきました。非常にね、楽しい旅行だったんで、そちらの過去動画なんかもね、ぜひね、見ていただけるととても嬉しいです。越後川口十日町ですね。雪深いですね。今年は十日町雪祭りやるみたいですね。やったのかな、もう終わったのかな、いつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、十日町雪祭り、こちらもやっぱりね、3年ぶりの開催らしいですよ。これ道路脇の温度計なんと6度、急にね、快晴になりましたよ。新潟市内はね、雨だったんだけど、この辺、この辺は越後川口付近はね、快晴ですね。雪景色というか、この銀世界なんでね、非常に眩しく感じますね。まだまだ先は長い。慌てずに行こうかと思います。まもなく塩沢石打ち。新潟県長いですね。ずっと走ってるんだけど、まだ新潟県から抜けられない。
感じでございます。右側に見えてるのはねスキー場ですね。石打ち、塩沢石打ちとかなのかな、ちょっとスキー場名はいまいちわからないんだけど、まあこの辺からねあちこちにスキー場が出てきます。左側が岩っぱらだったかな。まあたくさんねスキー場があるん でそういったところです。なんかシーズン初旬はね全然雪が降らなくて大変だったみたいですけど、今は多分十分にあるんじゃないかなっていうところ。今日は本当にスキー日和ですね。1月20日スキーに行けた方はね本当にまあ最高なんでしょうね。今日ね滑ってる方々は楽しいと思います。快晴のまあこのね、湯沢近辺、上越沿線っていうんだけど、上越国際なんかもね多分この辺だったりするのかな。塩沢石打ちインターから車で5分とかね、まあ、そんな感じの CM が昔ねよく流れてたから、そんな感じです。とにかく快晴ね、すごいねいい天気ですね。右側見えますかね、ガーラ湯沢ですよ。で高速道路からねもうねこうやってもろに見えてるというかね、右側にね大きな建物、あそこがねもうね新幹線の駅になってるんですよね。すごいですよね。そして新幹線降りたところからねゴンドラリフトが出てるっていう素晴らしい作りでございます。去年ねこちらガーラ湯沢にねスキーに来てですね動画上げてます。そしてまあ夏場ね雪のない時にもねこちらの動画上げてるんでね、そういった動画なんかもね過去動画ぜひね探してみていただければと思います。湯沢界隈にね今入ってきましたよ。越後湯沢のね新幹線の駅はなかなか賑やかなところでですね、まあ新幹線マックスがね、まあ引退するっていう前後でですね、何度かこちらの方にも訪れて動画上げてます。なかなかそのマックスもね新幹線マックス2階建てのね、ね、一昨年まで走ってた新幹線なんですけれども、もうそのすごく僕好きでですね、そのマックスの関連の動画でねこちらの方にも足を運んでるんで、そちらの動画なんかもねぜひ、ご興味ある方見ていただけるととても嬉しいです。まもなく湯沢インターですね、2キロ、はい、いよいよ出てきましたね関越トンネルですよ。雪ありますね。この雪がねこのトンネル、このトンネルでなんとね11キロぐらいあるんですよね。めちゃくちゃ長いトンネルですね。入り口こちら面白い形してますね。塩沢時の頭みたい。はい、入りました。関越トンネルはね11キロ、本当に長い。このトンネルを抜けるとね意外とどうだろうね、今日ほんと極端に雪が全くないとかねそんなこともあったりするんですよね。まあ今回どうだかわからないですけどね、これねトンネルの途中でね群馬県に入るんですよ。トンネルの中でね左右どっちか 両方に書いてあったかな、ちょうどね真ん中ぐらいだったと思うけどね、ここから群馬県、ここまで新潟県っていうね文字が書いてあります。それもねちょっと取れるといいなと思ってるんですけど、トンネルの中ではね工事してますね。何の工事かわからないですけど、まだまだねずっと続きますよ。表示がねどっちか左右両方に書いてあったか片っぽだったかね、まあそれもこのスピードだったらね認識できると思いますけれども、まあそのうち出てくるかなといったところでございます。まあ、これがね9キロ、あそうだ、左にはねあと残りの距離、右にはね後ろまでの距離ですね。今2キロ進みました。あと9キロ、11キロですよ。長いですよね。お今ちょっと取りそびれたかな、新潟県群馬県の看板分かりましたかね。結構ねやっぱ100キロぐらいで走ってるとねあんまりちょっといまいち分からなかったかもしれないけど、ちょうど何キロぐらいのところかな、急に出てきちゃったからね。だいたい真ん中よりもねもしかしたら、新潟土樽寄りの方にね県境があるような形ですね。出口の明かりが見えてきました。1キロ切りましたね。降りたじゃない、出たところすぐですね。谷川岳パーキングがありますからね、もう出てすぐのところですね。
の天気はどうでしょう。おー晴れてる。あ雪はやっぱりあるね、そこそこね。あーもうね極端にもう全然なかったりする時もあるわけですよね。非常にまあなかなかこのね三国の峠越えてですね群馬県に入り、まずは谷川岳パーキングにね立ち寄ろうかと思います。僕はねこういうね高速のサービスエリアとかパーキングエリア大好きなんでね、まあ、もうほぼほぼ時間があるときはねもう全部寄りたいって思うようなタイプでございます。谷川岳パーキングに入ります。ちょっとご飯は早いかなっていうとですね11時半ぐらい、まあ、食べちゃってもいいんだけどちょっとまあね中を見てですね考えようかと思います。到着でございます。まあ、やっぱ結構平日だからね今日金曜日トラックとかはねいますね、いっぱいね。水が汲めるんですよね、なんか6年水とかねそういったね名水があります。到着、はい、快晴の群馬県谷川岳パーキングに入ります。ネクスコ東日本なのね。ここねたあの群馬県ってねなんかもつ煮込み有名なのかな。ここのねあのもつ煮込みもつ煮定食めちゃくちゃうまいですよね。ちょっと食べていきたいぐらいなんだけどね。もつ煮ね、群馬はもつ煮有名ですからね。おつな味って書いてある。おつな味ってなんだ。はい、中に入るとね、まあ、自販機がずらり、まあ、よくある作りではありますね。で高速のパーキングのね自販機はみんなこのね電子マネーが使えるんですよね、ほとんどね。非常にまあ助かるというかありがたいですよね、こういった感じですね。はい、お土産物はね非常にまあスペースは小さいけどもですね割と何でも売ってて充実してますね。南蛮エビせんべいって多分新潟のだよね。新潟のお土産なんかもまだ買える感じ。そして、ね、飲食のコーナーはですねやっぱりもつ煮がね一押しですね。もつ煮そばセット、もつ煮うどんセット、もつ煮カレー、初めて見たな。僕はねいつもこれね、トラックの運転手をやってた時もですねいつもここで食べてることが多かった。僕はねトラック乗ったの15年ぐらい前かな。時はね620円だったんですよね。210円も上がりましたね、びっくり。すごい、これ今多分状況が分かるやつ、こんな感じで今抽出してるんですよね。すごいね、世界初ですよ。あすごいコーヒーのいい匂いがしてきた。ちょっとこの機械でね買ってみた。これ多分ね蓋もつくっついて出てくるんですよね。素晴らしいですよね。すごいね今のこの多分機械の中の状況。あほらほらほら、ああやって蓋がつくんだ。これが出てくるときたジャンボカップ、うまそう。はい、ミルビキコーヒー、はい、キリマンジャロのねクリーム入り、暑いけど美味しい。はい、まあまだまだ先は長いんで、まあ、群馬には入ったけどまたゆっくり向かいます。はい、いやこれ青空見えますかね、画面の上の方。めちゃくちゃ晴れてるね。ここぐるりとねヘアピンカーブみたいになってるんですよね、出口ね。谷川岳パーキングを後にします。暑いぐらいだね、いい天気で。さらにね関越道ジャンクションみたいなのねしばらくないんですよね。まあこのままずっと関越道をね、登っていこうと思います。まだまだ先は長い。雪はだいぶ少なくなったかなってとこですね。いや眩しいぐらいだね。群馬県もしかしたら全域で快晴かもしれないね。赤城高原も入ります。なんとなく毎回ね寄るんですよね。特に何も買わなかったりするんだけど、僕はまあこうやってサービスエリアが大好きなんで、まあ寄れるところはね寄りたいって思うタイプでございます。それではまあ今回はねさっき谷川岳で寄ったばっかりだからいいと思ってはいるんだけど、ここ大きいですからね。ガソリンスタンドがある。ガソリンはまだ、ね、とりあえずねガソリンはねこの高速上のガソリンは高いからね、とりあえずまだ入れなくて大丈夫といったところ。混んでるね意外とね。ちょうど12時回ったところ、ご飯も食べたいところだけど、もうちょっとね関東圏に近づいた方がいいかなっていうね思いはあるかなってとこですね。ちょっとお土産物とか見てこようかなといったところ。到着でございます、赤城高原。はい、
いつもね東京に向かうときは大概夜なんでね、こんなに真っ昼間にね来ることもほぼないんでね、夜になるとこの赤城テラスのね先はね確かイルミネーションがある、とても綺麗なんだけど、やっぱり昼間来るのがいいですね、景色が見れてね。なかなかでお店がねほとんど閉まっちゃったりするんですよ。飲食はやってたりするんだけど、いつもねもう夜の時間だとやってないんでね、今日はまあやってるお店が見れるってことでね、やっぱり一つ一つ寄ってきたいなっていう思いがある。外の方のお店なんかもねこういう時間ではまあやってますからね、いつもこの辺なんかもうね終わってるんでね、野菜が売ってます。ラディッシュ、アイスプラント久しぶりに見たな。ブロッコリーとか銀杏とかね、めちゃくちゃ美味しそうですね。うわ群馬ってすごいイチゴができるんだね。弥生姫だ、めっちゃでかい。うわめっちゃでかいよ。こちらがメインの方ですね。ここはねやっぱりかなりでかいですよね、いろんなものが売ってる。あ、新潟の関係も売ってますね。ね、長岡醤油ラーメンとかね、佐渡あごだしラーメンとか売ってますね。へえ、めちゃくちゃ広いですよ。なかなかいっぱいいろんなものが売ってて面白いですよね、ここもね。はい、こちらのフードコートもねかなり広いですね、めっちゃ広い感じですね。赤城食堂へぎそばどころとかがありますね。で一番端はラーメン屋さん畑ですね。そしてなんかイタリアンのお店みたいのがあるんだね、すごい。端っこにはね多分イタリアンですね、トラットリア、トラットリア、ピザとねスパゲッティがあるみたいですね、ハンバーグとね。こっちは全然お客さんが入ってないね、お昼時だけど。はい、赤城高原後にします。結局何も買わなかったけど、でもイチゴうまそうだったっすね。イチゴものすごいでかいイチゴが売っていて、ちょっと買いたかったけど3000円とかで、またいいやつはすごい高かった。まあとりあえずまだまだ先は長いんで。でもいい天気ですね、群馬県、快晴の群馬県は本当に、まあ、気分がいいですね。そしてこの明るい時間に走るっていうのはやっぱりね、真夜中に走るよりは全然やっぱりいいですね。なんかまあ楽しいですね、走ってて。さらにね東京を目指して走ろうかと思います。これね夜来るときはねここからの夜景がすごい綺麗なんですよね。まもなく渋川伊香保インターですね。横には川が流れてます。これ渋川っていう川なのかな、ひょっとして。伊香保温泉なんかもね温泉入りに行きたいなと思うところなんですけれどもね、この辺のねこのちょっと高台からねだんだん下っていくんだけど、夜景が非常に綺麗なねところでございます。今日はね真っ昼間なんでね、これはこれでまあねなかなかない経験だけれども、いつもね動くのが夜なんで、まあ、非常にね、まあ、景色が良くて楽しみながらね走れるといった感じでございます。渋川伊香保インターをね通り過ぎますよ。群馬県順調、まあね道路は本当に至って順調ですね。そして天気は快晴。そろそろねやっぱりねご飯を食べなきゃいけないんで、次出てきたパーキングサービスエリアなんかでね食べようかなと思っておりますが、目指せ関東。まあねもうちょっとお腹減ったね、そろそろ食べないと。藤岡ジャンクションですね、上信越道方面ですね。軽井沢とかね横川とかねそういった方行くにはねこちらの方通ります。まあ僕はね今日はね東京を目指してるんでね、そのまま真っすぐ関越道を進みますが、まあ、ジャンクション先ほどねちょっと高崎ジャンクション通りそびれたんだけど、まあ通過してですね、まあとりあえずまだ群馬だけど藤岡、まもなく埼玉に近いところですね。藤岡ジャンクションをねこれから通過します。道は至って順調、そしてとても天気が良くてね車の中はちょっと暑い感じになりますね。本庄東京って書いてあるんだけど、本庄は確かもう埼玉県だと思うんだよね。もうちょっとで、ね、埼玉県に入りますよ。藤岡ジャンクション、藤岡のね本当は道の駅みたいなあのパーキングもね行きたいんだけどね、なかなかそこもね大きくて楽しいところ、噴水とか小さい観覧車とかがあるんですよね。昔寄ったりしたんですけどね、まあ、今日はとりあえず藤岡もスルーします。左側の緑の看板がね埼玉県に入りましたよ。欅なんだね、県下なのかな。埼玉県に入ります。そして埼玉県にねこの橋この川を渡ってるとね埼玉県に入る
側なんだろうけど、こちらをね渡って埼玉県に入り、すぐのパーキング神里ですね。今ちょうどねもうすぐ1時になろうとしているところ、神里でね、まあ何か美味しそうなものがあれば食べてこようかなと思います。お昼ご飯ですね。神里パーキングに入ります。ああやっぱりお昼時、まあちょっとお昼過ぎてるけど混んでるかな。まあこの辺のパーキングはね、まあいつ来ても混んでるね感じになりますね。パーキング楽しいですからね。スターバックスがありますよ。神里パーキングに到着でございます。暑いぐらいだね、いい天気で。はい、スターバックスがあって、そして綺麗な広い大きなねサービスエリア神里。まあ外はめちゃくちゃ暖かいですね。お、パン屋さんが入ってるんだ。何食べようかな。非常に楽しみなとこですね。こちらはですね、黄金色の豚というとんかつのねレストランがあります。ちょっとお高めのねいいところですね。他ファストフード的なところはですね、まあ関東にはたくさんあるけど新潟にはなぜかない天屋ですね。天屋、そして、上州ポーク亭、あとはそば、うどん、サイの国っていうのかな、やっぱ綾の国っていうのかな、そして肉盛りラーメン、肉臓、わあうまそう、そして神様ちゃんぽんもねうまそう。いっぱいあるね、悩むね。こういう時はこれねペイペイとか使えないんですよね。非常にこれがちょっと、どっから入れるんだ、ここからか。ちょっと軽くカレーで、ね、カレーでいいかなっていうところ。はい、ポークテイカレー930円到着です。ゴロゴロお肉が入ってるね、うまそうですよ。ポークテイってことは、まあ、豚肉なんだろうね。早速いただきましょう。国みたい。うまいですね。非常に肉がとにかくいっぱい。これ全部肉ですからね。うん。すごい。美味しい。うん、うん、なかなかおすすめ。ごちそうさまでした。大変美味しゅうございました。なかなかねカレーやっぱりなんか食べたくなりますよね。スキー場とかこういう例えばこのパーキングとかってね、まあ、すごく美味しかったですね。そしてねなんとこのパーキングにはね唐揚げの釜飯売ってんすよね。荻野屋のね横川駅の、ちょっと見ていきましょうか。まだあるかな。お土産物屋さんはね非常に充実してます。たくさん売ってますね。うまそうですね。釜飯はねとりあえず今のところ完売中ですね。今売ってないですね。1200円なんだね今ね。これ気になりますね。これ親子飯、1500円。ほらこの、ね、釜飯の枠が青いタイプ。今売ってないみたいだけど、カレーでお腹いっぱいになったところなんですが、僕はね僕 YouTube 番組でね鉄道のこととかも結構やってるんですけど、こちら埼玉といえば八高線ですね。八高線焼きってのを売ってるんですよ。これめちゃくちゃ気になりますよね。これわー、これね1個買ってってみようかなと思います。チーズクリーム、うまそうですね。はい、お腹いっぱいなんですけれども、せっかくね八高線焼き、ほらね鉄道が大好きなんでね、八高線にはね昔本当に昔ね友達がそういう諸山とかに住んでた時があって、その時にね乗ったりはしたんだけど、今でもね八高線多分キハとかが走ってんじゃないかなと思ってたけどね、八高線普通にあれなんだね、ファンタグラフの電車だから、ちょっと僕勘違いしてるのかもしれないけど何年も乗ってないですからね。せっかくなんでこれ買ってきたんで食べてみようと思います。
八甲天焼きチーズクリーム、うまそうですね。お腹いっぱいだけど、クリームたっぷりでございます。うまそう。これがチーズクリーム。いただきます。この葉っぱのね、形の、ああうまい。甘酸っぱい。おいしい。なかなかおすすめ。なんとも言えない、なんかこう食べたことない味だね。チーズクリームってそれほどチーズチーズしてないというか、なんかちょっとふわーんと若干酸っぱいような感じもあるけど、チーズのあれかな、うめえ。美味しい。八甲田焼きといってもね、 JR が多分出してるわけじゃなさそう。西窓本舗っていうの、西窓本舗っていうところからね出してます。美味しかった。ごちそうさまでした。もうなんかすごい、埼玉はもうね、なんだろう、もう夏みたい。めちゃくちゃ暖かいです。そしてまあね、お腹もいっぱいになったことですし、まあとりあえずね、もうちょっとね、頑張って走っていこうと思います。埼玉の上里パーキングを後にします。いやー、美味しかったな。なかなかすごいね、雲一つない天気、青空。そしてこの辺からは完全な3車線になりますね。都会の感じですね。もう3車線以下にはならないんじゃなかったかな、確か、まあ、首都圏って感じですね。都会な感じしますね。東京に近づけば近づくほどね、暑くなってきますね。いや本当にジャケット暑くて無理で脱ぎました。外観が混んでるみたいだね。まだ先だけど、まもなくね、圏央道とのジャンクション来ますよ。圏央道とのジャンクションは鶴ヶ島ジャンクションなのかな。そして鶴ヶ島のね、インターはここで出口になりますね。でもうちょい先がね、圏央道との分岐ですね。圏央道はね、僕ね、あのバイクをね買いに行って八王子から帰ってくるときに、ね、初めて走ったんだけれども、なかなか素晴らしい、ね、道路でした。まあ、ちょっと狭めだけどね。圏央道鶴ヶ島ジャンクションがね、まもなくってとこですね。そして渋滞情報が見えてるけども、そうだね、やっぱり和光から美条木までが渋滞3km10分、練馬方面は八潮から、あ、6号線はね、6号線も混んでる。結局首都高混んでるのかもしれないですね。圏央道左に行くと八王子、久喜白岡、関越道はそのままね、川越練馬の方に、ね、僕はまっすぐ行きます。とりあえずね、大泉ジャンクションまでですね、まっすぐ僕は関越を進むような形になります。まあこうね、道路が立体になってたり、3車線がずっと続いたりでね、まるっきりなんか都会の感じになってきましたね。田舎じゃ、まあ、なかなか見ないね、感じの光景でございます。道路は至って今のところ順調ですね。まあ、車の量は増えてきたけどね。結構ね、車の量はかなり多くなってきた感じになります。東京方面に向かうときにね、まあほぼいつもね、夜パーキングでございます。ここね、結構混雑してるんですよね。三好パーキングになりますよ。まだね、埼玉県ではあるんですけれどもね、ここ混雑ってね、前情報で、まあ、電光掲示板で書いてあったんで、まあ、おそらく混雑してるんですが、まあ、最後のトイレ休憩もね、含めてですね、こちらに寄っていきます。外観がね、混んでるからね。だからまあ、外観にもね、和光とかのパーキングあるんだけどもね、結構小狭くて入りにくいからね、できればここでトイレを済ませてね、そのままあとは一気に行きたいといったところでございます。三好パーキング、ちらっとね、トイレも含めて寄っていこうと思います。到着でございます。パサーっていうのかな、三好パーキング。ここもね、いつも来るときはね、もう真夜中の真夜中が多いんでね、こんな明るい時間にね、やってる時間に入るのはほぼ初めてな感じかもしれないですね。ここは肉どころですね。とんかつとかね、牛鉄板焼き定食とかうまそうですね。そして名古屋コーチンのね、お店、鳥さんはっていうのかな、うまそう。ここもそしてね、ここでよく食べたりするんだけど、ここだけね、なぜか夜中までやってるんですよね。そばと丼吉野さん。で、隣は炒め
ジャパゲッティですね。そしてカムクラっていうの、ここまあラーメン屋さんみたいな感じですね。ラーメン屋さんだね。すごいですね。高速のパーキングの中にね、回転寿司があるっていうのはすごいですね。寿司松さん入ったことないけど。で僕がね、まあ、関東に向かうときはいつも夜だからね、ここはねなんかシャッターみたいなのが閉まってるんですよね。こうなんか柵みたいなのがね閉まってるんだけど、今日はねさすがにこの時間やってますね。まあ民芸品がね売ってたりするって、これよく変わるんですよね、内容がね。お菓子が売ってたりするときもあるし、いろいろね定期的に変わる場所でございますね。そしてこちらのパーキングにはね、崎陽軒ですね、シューマイで有名なね横浜の崎陽軒が入ってます。その他ね、まああのとんかつで有名なサボテンだとかね、パン屋さんのポンパドールだとかね、まあ、非常にまあ楽しい何でもあるようなパーキングでございます。でなんとパーキングの中にねオートバックスが入ってるんですよね。これもすごく珍しいですよね、オートバックスですよ。カー用品がねパーキングで買えるっていうね、非常にまあ面白い。土産物屋さんも大変充実してます。埼玉、信州、群馬、新潟ね、いろんなところのものが揃うといった感じでございますね。で我らが新潟コーナーは笹団子のお菓子、そしてへぎそば、あとはこれは群馬か、これは群馬だな、こっちは群馬ですね。エビ南蛮プレッツェルとかですね売ってますね、柿の種とね、この辺が新潟。そしてさらにファミリーマートが中に入ってますね。非常にまあ充実した感じのねパーキングでございます。はい、なかなかね、もしかしたらパーキングの中では一番充実してて何でもあって楽しいかもしれない、ね。まあ、これほんと数年前にねガラッと綺麗に新しくなったんですよね。非常にまあ面白いパーキングでございました。はい、三好ねパーキングを後にします。あとはもうね一気に、一応ゴールはですね、ゴールはグランド日光東京というね、お台場までね、一気に行っちゃえたらね、行っちゃいたいなという思いがある。まあ途中のね、道路状況とか等を踏まえて、どんな感じなのか、まあ、ところどころね、またジャンクションとかね、そういったところとかね、見どころあれば、撮っていこうと思います。すごいね、やっぱり、観光バスだったりするのかな、かなり、人がいっぱいいますね。やっぱりね、人気のパーキングだけあってといった感じでしょうか。とりあえずですね、後にして、さらに東京方面へと向かっていこうと思います。三好、ありがとう。バイバイ。ようやく見えてきたのはね、新座料金所でございます。今日はね、まあ、普通のね、全くの平日なんでね、割引は全く効かないんじゃないかな。いつもはね、割引の3割引きの時間を狙ってね、だいたいこう関東に向かってくるんで夜中だったりするんでね、まあ4850円とかなんだけど、今日は多分6440円ですね。あ、割引になってる。なぜだ、あれ何の割引だろう、ちょっとお金、まあでも高かったけどね、6440円で高いですね。まあ普通だったらもしかしたら6700円ぐらいなのかもしれないね。何の割引かよくわからないけどね、割引になりました。そしてここからはですね、まあ、外観に目指してですね、走っていこうと思います。大泉ジャンクションですね、あと2キロ先、割とすぐですね、すぐ外観入る感じ。外観入ったらね、まあ、もう渋滞情報が出てるんでね、多少まあ混雑してるようですね。はい、大泉ジャンクションに到着ですね。首都高方面、三郷 C3 外観ですね。まあ夜中に来たりね、まあ、日曜日とかにね、そういう休日に来たりすると、休日はね、都内は割と空いてますからね、まっすぐ行って練馬まで、ね、行ってね、あとはこう新目白通りとかでね、都心部に向かうことも多いんですが、今日はね、まあ、平日なのと、あとね、一気にね、お台場まで向かうということでですね、一気にもう、ね、首都高を乗って、この外観からね、5号線首都高を乗って、レインボーブリッジ渡って、お台場に行こうかと思います。外観ですね、この辺は昔と全然変わらない感じ。正式にはね、東京外郭環状道路っていう確か名前だったと思うんですけれども、外観外観ってね、まあ、昔から呼ばれてます。昔はね、500円ポンとここでね、現金を払ってですね、乗るような形だったんですが、まあ今ほとんど ETC なんでね、普通じゃない、1040円なの、倍になった。昔はね、500円だったんですけどね、まあ随分昔の話だけど、外観に入ります。とりあえず流れてるんだけどね、和光から美潮期だからもうすぐに渋滞が始まるといったところだと思われます。渋滞3キロはね、まあ、とりあえずずっと先ほどのね、
渋滞情報の看板でも変わらずといったところでございます。まあ、とりあえず今のところ流れてるね。はい、ここがバコ北のパーキング、あ、いや出口か、あとはね、そのパーキングがねちっちゃいところがあるんですけど、この辺りからね始まっちゃいましたかね。渋滞ですね。まあ5分ぐらいで抜けられるみたいな感じのね書き方してあるんで、まあそんなでもないのかなというところですが、美条キーというね、5号線首都高5号線のところまでね、渋滞してる模様ですね。まあとことことねとりあえず走っていくしかないということでですね、まあ行ってみようと思います。こんな感じ。まあね都会によくありがちなね、まあ、普通自然渋滞でしょうかね。湖だかみたいなところをですね、まあ、橋がかかっていてそこを渡ってる感じ。あとね1キロちょっとでね5号線入るんでね、美女木ジャンクション、もう間もなくですね。渋滞はねもうなんか流れ出したんでもう詰まることもないのかなといったところでございます。美女木ジャンクションのね前後はちょっと混んでますね。まああそこあの信号がねあるからどうしてもね、まあ、一旦停止してしまうような感じになりますね。まあ、5号線に入るとね、まあ、しばらくはあの非常に、空いてるみたいですね。あの内間まではね多分飯田橋の前後あの辺まではねすんなり行けるのかなといったところでございます。ちょっとここだけね混んでますね。はい、結局左車線に来てね信号が矢印が出たので、これ信号多分普通より全然でかいかもしれないね。大きい大きさが曲がります。とりあえず曲がってしまいます、はい、ここから5号線にいいんですね。本線右側なんで結局右に入んなきゃいけない。狭いね、こんなだったっけ。はい、そして美女木からね5号線に入ってほどなくしてね東京都板橋区に入ります。東京に入りました。板橋区ですね。僕は過去にね東京に住んでていた時にね一人暮らししていた時はね板橋区に住んでましたからね、東武東上線時和台の駅に住んでました。まあ、時和台というと、ね、駅から、ね、結構遠かったんでね、逆の方にそのねもうアパートを通り過ぎてね、東上線のね、時和台からアパートを通り過ぎてねしばらく行くとね、こちらの方側にはね志村坂上だったかな、都営三田線か同じ名前であるのかわからないですけど、そのね志村坂上の駅駅も行けるような感じの場所に住んでおりました。淑徳大学っていう大学近くにあったかな、そういったところでございます。そしてまあ板橋区をね、まあ、こうね、まあ、結構車が多いですね。こういった中をねしばらく5号線、駆け抜けていこうと思います。して料金所になりますね。まあ、昔はねあの高速首都高のチケットとか言ってね、こうよく買ってたんですけどね、昔700円で払う感じだったんですけど、チケットがねあってね、まあ、ちょっとなんていうのかな、プレミアムがついてねちょっと割安というねチケットがありました。今はもうみんな ETC だからね、普通車1950円、そんな高いの。ちょっとぶったまげますね、あまりにも高くなっちゃって。そしてこのね看板は昔から変わらないですよね。うん、どこどこってなるやつね。これは本当にね、まあね慣れるとね分かるんでしょうけど、ね、ああいった感じになってます、昔からね。まあこの先でね、まあ池袋を越えて、まあ五国寺越えて、まあ、その先でね飯田橋とかの手前あたりでねおそらく渋滞してると思うんだけど、まあ、このままねとりあえずレインボーブリッジ目指してね行こうかと思います。なかなかね都会の走りね慣れてないと結構まあね怖かったりするようなね話をよく聞きますけど、僕はねもうあのもう随分昔ですけどね、東京でタクシーの運転手をやってたんでね、まあ、非常にまあこういったところはまあ非常に慣れてるというか、ね、まあ、久々ではありますけれどね、よく走った、ね、ルートでございます。そしてですね、まもなく、昔はなかった板橋ジャンクションになります。まあ、昔っていうのも結構これもできてから結構経つかもしれないけどね、僕の方はですね、とりあえず都心環状を目指してね、まっすぐ走るような形。もうまもなく池袋界隈に入ります。
僕はね池袋で働いていたんでね、本当にまあ馴染みの街ではあるかなってとこでございます。池袋ね、懐かしいといえば懐かしい、ね、街でございます。高速道路の感じはね、まあ、昔とこの辺は変わってないかなっていうところでございますけれども、この左に行くね C2、 これはね本当にあのまあでも相当経つけど、ね、僕がタクシー乗ってる頃はなかったねジャンクションでございますね。まあこの辺なんかもね本当にこのねどうしてもねこの右から来た車は左に行くし、左から来た車は車はね右に行くような感じになってねクロスするんですよね。なんとかなんないのかなとか思いますけれども ね僕らはですこのね都心環状を目指して左の方の車線、熊野町ジャンクション、これも昔なかったんじゃないかな、そういったところでございます。いよいよね池袋界隈に入ります。ちらりとね今、サンシャインのねサンシャイン60という建物、まあ昔からあるんだけどもね見えてきましたね。ひときわ高い建物、まあ他にも高い建物がねたくさんできたんでね、もうどれがサンシャイン60だったかなという雰囲気はあるけれどもね、この辺が池袋界隈になります。真正面ですね、ひときわ高い建物がねサンシャインですね。サンシャイン60、ね、昔本当にまあよくね行ったところでございます。っていうビルがあって、いつもねこう紫色に光ってるんですよね。トヨタのショールームがあるようなね建物なんだけど、この左側非常にねこう夜来ると非常に綺麗なところでございますね。とりあえず割と順調ですね。右前方わかりますかね、ビッグエッグですね、東京ドームがね見えてきました。飯田橋のね出口の手前でございますね。ちょうど見えなくなっちゃったかな。この辺にね東京ドームがあります。とりあえず割と順調ですね。先ほどねあのねこう渋滞情報のやつには割とこの辺が混んでるような感じの書き方ではあったけど、意外と、まあ、すんなり飯田橋までは来れました。竹橋ジャンクション内間ですねの手前あたりでねちょこっと混雑するのかもしれません、ね、左方面からねレインボーブリッジを目指すような形になります。まあ集まってるかな。そうだね、この辺からとりあえず渋滞始まりましたね。竹橋の手前もう本当にもう中心部というかね、首都圏の中心部といった感じのとこですね。千代田区か中央区そのあたり。竹橋ジャンクションね、やっぱ右の方、霞ヶ関方向の方が混んでるね。まあ、渋谷とかね、そっち方面行くにはね、右の方に行くんだけれども、まあ、僕とりあえずね、レインボーを目指すんでね、どっちからでもレインボーは行けるんですけど、まあ、函館神田橋方面にね、行こうと思います。左回り。すごいですよね。本当にもう立体的な作りでございますね。共立女子ですよ。すぐ右側はね、お堀ですね。都会だね。そしてあえてね、八重洲線には入らず、まあ、銀座方面をね、回っていこうかなと思います。八重洲線ね、ずっと地下だからね、まあ、あんまり面白くないということで、せっかくだからね銀座線の方に入りますよ。なかなか狭くてタイトな、ね、道なんだけど、非常にまあ走ってて結構面白いというかね、うん、まあ、見応えあるようなところでございます。大都会って感じですね。そしてこれちょっと、ね、カメラを振ることができないから、左側これ日銀ですね。日銀ですよ。すごい立派な建物ですね。ってちょっとカメラ振ることができないんだよね。
江戸橋ジャンクションからね銀座方面に行きます。狭いよねすごくね。この昭和の天ぷら粉とかほんと昔から変わんない気がするな。とてもなんか、うん、都会の首都高って感じですね。ザ・首都高って感じ、ね、すごいですよね。ジェットコースターみたいだよね。そしてこの辺からねちょうど昭和通りって下ねのね上を走ってるような形になりますね。たんびにねどん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 またね変わって
ていく、東京都内ではありますが、まあ、非常にねすごいなぁって圧倒される感じがありますね。そしてお台場ですね。こちらあと 400m、 右前方にはねフジテレビ球体が見えてますよ。目指すはグランド日光で、ゴールはグランド日光になります。まあ、この通りのねフジテレビね、が左側に出てくるんだけど、その先といったところは逆光というかすごいね西日というかすごい眩しい。うわー眩しくて見えないね。ちょっとさすが東京都営バスだと思うけど、水素バスが走ってるね。これ水素で走ってるんですよね、これね。水素エンジンっていうのかな。テレビでございますね。右側がアクアシティデッキでございますね。もうちょい先、とりあえず、まあ、エントランスに向かおうと思います。もうね間もなく到着ですね。いかがでしたか、新潟燕三条からね東京への旅、一緒に、なんかこう走った感じになりましたかね。こういったね動画も時々ね、上げておりますが、こう移動記録ということでですね、まあ、今日はね、東京お台場にね明日の娘の結婚式のために向かってまいりましたがですね、まもなく旅もですね、まあ、とりあえずゴールが近いこちらになりますね。グランド日光東京お台場に到着でございます。こちらがゴール。はい、とりあえずねメインロビーフロントに、あこれ上かな、上だね。多分行っていいと思うんだよね。多分ねメインロビーの方にね向かってチェックインしていこうと思います。すごい坂だねこれね。わあ懐かしいですね。これはね昔メリディアンパシフィックという名前のホテルだったんですよね。僕がタクシーやってる頃よくねお客さん乗せてね、来たことがあります。こっちのエントランスにもね本当に何度も来たことがあるところでございます。いかがでしたか、ここまでのねどんな感じで編集するかなんとも言いませんがですね、こちらの方でですね動画の方は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、ぜひねチャンネル登録グッド評価コメントなどなど入れていただけるととても嬉しく思います。東京気候ですねまだ何本か動画撮れるといいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。